下水道科学館は、愛知県名古屋市北区名城一丁目にある下水道に関する学習、広報施設、名古屋市上下水道局が運営している。名古屋市政100周年にあたる1989年に、楽しみながら下水道の仕組みや大切さを学習、理解することを目的として、名城公園の一角にある名城処理場の1階に開館した。 下水道に関する隠し展示のほか、下水道に関する書籍類を収蔵している。下水道が共用開始100周年となる2012年にリニューアルされ、水のきれい、ラボという愛称が付けられた。また2019年7月に開館30周年を迎えたことにより展示物を刷新し、2020年3月にリニューアルをオープンする予定。館内には、 公設のギャラリーが置かれており、個人やグループによる利用が可能となっている。なお、正式名称は単なる下水道科学館だが、他の施設と同様に名古屋市をつけて呼ばれることが多い。2020年1月17日には、メタウォーター株式会社とネーミングライツ契約を締結し、二千二十年三月二十日から千二十三年三月十一日の三年間、愛称を メタウォーター下水道科学館、名古屋としている。ありがとうございます。